ようこそゲットはどうもそうじゃないそうですということで、今回はですね36枚目シングル個別ミーグリ一時当落発表はい、ということでもう来ましたかとねいう感じで36枚目シングルをね個別ミーグリ開催決定して、で一時応募がね、今日の14時まで締め切りがあって、そしてもうね当落もこの一時のね当落も出てますということで、今回ねその当落見ていきたいなと思います。なんか当落ね、僕あの真夏の全国ツアー2024歳その一時応募で一応ね二次応募とかは応募しなかったから結構久々の当落だよね結構久々の当落ということで、まあ、ドキドキはしてるんですけれども、まあ36枚目シングル個別ミーグリの、まあ、一時応募ということで、まずねお前がどこにね今回今シングル、この一時応募を応募したのかっていうとこんな感じですね。まあ、全部で、まあ、6日あると思うんですけど、6日間あったと思うんですけど、僕は5日間応募させていただいて、まあ、9月15日はなぎあやちゃん、いおきちゃんで、9月29日がテレパン、あやめんって、あやめん話したくなったんだよねあやめん話したくなっちゃってさ、まあ、僕あやめん1回行ったことあるんですけど、さらに話したくなっちゃってあやめんもちょっと応募させていただきました。で10月27日なぎとあやちゃんで、11月24日いおきちゃんで、ラスト12月1日がなぎあやちゃん、いおきちゃんという感じで応募させていただきました。まあほぼね推しメンと大好きないおきちゃんっていう感じなんですけども、まあ今回はこんな感じで、応募させていただきました。まあそんなに多くはないんですけど、全部で33個ですかね、応募させていただきまして、まあちょっとねなかなかねお金も厳しいぞとねお金も厳しいぞということで、まあまあでも、全シングルと同じぐらいかな、応募させていただいたという感じで、今からねこの全部の当落見ていきたいなというふうに思います。まあねこの個別ミーグリの一時に関しては全落ちとかもほぼというか絶対ないし、なんなら全部当たっててほしいぐらいの感じだけど、まあメンバーによってはね全然落選してるとか、まあ3個中1個とかねの可能性もあるので、まあそこなんとか全然当行ってくんないかなっていうね、全部当選行ってくんないかなっていう願いでね、ちょっと全部当選をこの一時はね願いつつ見ていきたいなと思います。じゃあいいですか、早速ねフォーチュンミュージックのもうサイトでね、あとワンタップでこう抽選申し込み履歴を押したら、まずは全部当たってるかその一部当選かっていうのがね、わかるので見ていきたいなと思います。いや、やっぱドキドキするね、そのねやっぱ全部外れることとかは絶対ないって分かっててもドキドキするよね、やっぱ当落ってね。いきます、ミーグリの当落一時応募、まずは抽選申し込み履歴を押します。せーの、はい、もう当選でいいよ、当選してたら全部当選だからね、はいはい、どんどんどん、一部当選だ、誰か外れてる、どこか外れてるわこれ、マジか、全部当たってないか、一部当選になってるから、あらもう声もガラガラになるよね、さすがにね一部当選だったらねいやそっか、一部当選か、全部当選してほしかったな。まあまあじゃあちょっとどこがねちょっと当選しててどこが落選になったのか詳細見ていきます。せーの、はい、こいこい、どこが当たってないの、一部当選でしょ、いきます、確認して、一個一個確認していく。まずは9月15日いおきちゃん全部当選、なぎが2個だ、9月15のなぎが2個、3個中2個だ、2個当選だ、あら2個か、なぎで、あやちゃんは3個中3個当選。次が9月29日、あやめんが3個中3個全部当選。テレパンが3個中3個全部当選。さあ次10月27日、なぎが3個中3個当選。あやちゃんが3個中3個当選。よしよしよし。で、いおきちゃんが3個中3個。あ、これ11月24ね。いおきちゃんが3個中3個当選。およしよしよし。そして、12月1日、いおきちゃんが3個中3個当選。なぎが3個中3個当選。あやちゃんが3個中3個当選。あー、なるほどね。なぎが1個だけ外れたんだ。9月15のなぎが1個外れて、2個は当選したけど1個外れたという感じになりました。もうそれだったら全部当選にしてよそういうわけにはいかないからね、そういうわけにはいかないけど、まあまあでも全然その0個とかなくて思った以上にというかね、ほんと1個だけの落選だったので、であの何部とか言ってなかったんですけど、だいたい2部か3部か4部にね、応募してますっていう感じですね。いやよかった、まあよく、まあ本当はね全部当選してたらもう最高だったんですけど、まあ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 よく、まあ、最小限に抑えたなというかね、9月15のなぎが1個外れただけでそれ以外は全て当選と、だから33分の32かな
当選しましたよと、まあ、ほぼ全当選みたいなもんだよねほぼ実質で全当選ですよという感じで、まあまあ一時はこんな感じでね、まあいつもね、こんな感じなんですけど、で僕一時でさ全部当選ってなかなかないんだけどどこかは絶対外れてるっていう感じで、今回もねちょっと1個だけ、ナギのね9月15日1個だけ外れちゃいましたけど、まあまあまあほぼ当選しましたよということで、この36枚目シングルもね推しメンたちとミーグリ楽しんでいきたいなと思います。はい、ということで今回はこれでいきたいと思います。ぜひね皆さん応募した人、皆さんの登録結果コメント欄で教えていただけたら嬉しいなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画少しでもいいなと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。 Twitter と Instagram もやっておりますので概要欄からフォローしていただけると幸いです。バイバイ。I'm gonna